あ、お疲れさん。失礼します。あ、じゃあここでいいかな。うん、はい、じゃあ座ってくれ。です、はい、うん、失礼します。ちょっともう一段階声を大きくできるかな。はい、これで大丈夫でしょうか。あ、大丈夫。うん、ありがとうございます。よし、どうした。はい、今日ちょっとまれ肉屋の方で、まあ、普段飲食でも働いてるんですけど、非番で、まあ、最初まれ肉屋でちょっと働いてたんですけども、うん、そこで新規住民の方とお会い初めてお会いしまして、おうほうほう、くまぽこさんという方でして。くまぽこ、くまぽこですね。くまここぽぽこですね。ぽかぽかぱぴぷぺぽのぽこですね。くまぽこ、まあ普通に何でしょう、世間話をてまして、うん、で、まあ、まれ肉屋と、まあ、警察で普段働いてますっていうような話をしたときに、うん、ちょっと、まあ、警察への、まあ、不満というか、まあ、ちょっと、まあ、警察でこんなことがあったというお話をお伺いしまして、ちょっとそれ新規住民の方から。新規住民の方から。ほう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 、はい、まあ、端的に言うと、うん、ギャングとチェイスしている警察のパトカーにはねられたと。あー、なるほど。はい、で、まあ、まだあの加護がついている状態なので特にダウンとかはしなかったみたいなんですけれども、うんうんうん、で、まあ、ちょっと僕が問題だなと思ったのはその後の対応のところで、うん、ギャングの方は、うん、その時のそのチェイスをしてたギャングの方は謝罪に行ったそうで、ただ警察からは謝罪がなかったと。はあ、なるほど。っていうので、この町の警察ってどうなのみたいなの。ああ、いや、それはごもっともない意見だな。うん、ちょっとまあ冗談交じりではあったとは思うんですけど、うん、まあ、私も入隊するときに、じゃあそのまあ犯罪のチェイス中でも、もし市民の方を引いてしまったらそちらの対応を優先するっていう、うん、あのビデオを見ていたのも、うん、まあ、頭に入っていたので、うん、対応としてはあまり良くないのかな。いや、そうだな、うん、思い、ちょっと一旦ちょっと所長の耳に入れたいなと思い。いや、すごい大事なことだ。話してくれてありがとう。それはそのもちろんだけど、誰が引いたとかは分かんないよな。そうですね、どなたか分からないですけど、あと日付とその該当のギャングの方の名前は聞いております。あ、そうなのか。それはいつな、何時、ちょっと待ってな、何時に、ですね、ちょっと時間は分からなかったんですけども、8月の21日で、人いますか？ジョーカーさんとレオさんという方のチェイス中に衝突をした。あ、ちょっと待ってな、無線があれになっちゃって、8月の、21日に、ジョーカーとレオさんという方ですね。レオ、うん、はい、を追いかけていた。はい、追いかけていたパトカーにはねられてしまったと。はい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 、わかった。ありがとう、覚えた。ありがとうございます。うん、なるほど。そうか、いや、そうかそうか、それはうん、ちょっとあれだな、いきます、まずいというか良くない良くないことだな。もう、まあ、歪みとか、その歪みで見えなかったとかそういう可能性があるけど、はい、そのギャングの人が謝ったっていうのはその場で、いや、なんかその後捕まって、多分おそらくプリズン行ったか、まあ釈放された後とは思うんですけど、うん、捕まった後に謝罪に来たっていうふうには聞いてます。あ、捕まっ、あ、でもそのチェイスしてた、犯罪者はその引いた人が誰かっていうのを分かってたんだ。分かってたみたいですね。はんはんはん、分かってたからこそ謝りに行った。まあ警察が分かってなくて謝りに行けなかった可能性とかもまあ
なくはない。まあでも その引いた時点でその場で対応しないと本来はいけないはずだからね。そうですね、そこがだから見えてたか見えてなかったとかにもよるけど、まあちょっとこれはヒアリングする必要あるわ。うん、はい、ありがとう。なるほど、そっか、そんなことがあったのか。 OK、 じゃあこのあとみんなが事件対応終わって帰ってきたらちょっと一回聞いてみようと思う。ありがとうございます。うん、ありがとう、大事なことを教えてくれて。いえいえ、とんでもないです、うん、すいません、お手数をかけてしまいますが。いやいや、とんでもない、とんでもない、本当にとても大事なことだよ。うん、そうか、わかった、ありがとう。はい、うん、すいませんが、よろしくお願いいたします。あ、他にはないか、大丈夫か。あ、そうですね、あ、うん、すいません、他は、はい、大丈夫です。あ、すいません、ここはちょっとそうなってしまうんだ、これ心もちょっとどうにかならんかなと思って。バランスが、バランスを取るのが難しいです、ね。そうなんで、降りるのもこう一苦労。大丈夫ですか。よいしょ、はい、うん。はい、今のところ、僕が気になったのは、うん、あの一件のみです。わかった。ちょっと後で聞いてみる。はい、まあ、こんなところからだからな。うん、ありがとう。はい、お疲れさん、ありがとう。はい、お疲れさんです、すいません、では、うん、失礼します。はい、お疲れさん。こう、こんなところからか。いやでもさすがに、さすがにみんなもし本当に引いてたとしたら 見たら絶対止まった、謝ったりすると思うけどね。なんだこれ、え、鳥、え、カモメ、カモメが死んでる署内で。うわ、ちょっとなんかやだな、なんか、なんかやだな、不吉だな、なんか。なんかやだな、カモメが落ちてる。いや、なんか不吉だな。何やってんだよ。ああ、ババア、ちょっと体勢が、いやー、ちょっとまた頭を悩ませることが起こってしまったみたいでな。ああ、そう。うん、さっき署員から共有があったんだけど、なんか、うん、あの8月の21日にあのチェイス中に、うん、その白市民の方が引かれたみたいで、まあ、で、ちょっと待ってね、で引かれたんだけど、その警察はそこで何も対応せずに放置して、さらにもっと良くないのが、あの後ほどね、そのチェイスをしてた犯罪者はどうやら謝罪に来たらしいんだ、その人たちに、うんうん、なのに警察から何もなかったっていうことを言われたと。8月の21日、ね、そう、8月の21日に、うん、熊ポコさん、ギャングだけ、熊ポコさんかよ、そう、はい、熊ポコさんって方が引かれたと。で、引かれたんだけど、まあそこでの救助とかは特になく、まああの初心者なんで、初心者マークがついていたから、うん、あのいわゆるカゴがあるからダウンとかをしたわけじゃないんだけど、うんうんうん、うんうん、まあ引いたにもかかわらず何もなかったと。ちょうど私白紙インパス発行した日じゃない、その日。あ、そうなのか。うん、プロファイル見てみなさいよ。そう、さっき見たけどババアがどうやらその白、あ、本当だ、もうかなり来たばっかりなんだろうなってことだね。そう、きっと、そう、その後に。あ、なんかこの写真血ついてないか。あ、まあまあそんなもんなんだよ。これ、これ引かれた、引かれたその足じゃないかも。いや、引かれる前でしょ、さすがに。引かれる前か。私絶対言うはずよ、それ。そうか、そうだよな、確かに。じゃあこう、まあ、血だらけなのはいいか。うん。うん。誰が引いたかってのは、いや、それはわからない。あ、で、ギャングの方、ギャングっていうか犯罪者の方は、うん、謝りに来たのね。そう、謝りに来た、うん、ジョーカーと、うん、レオ、そう、ジョーカーとレオ
ジョーカーとレオを追いかけてたパトカーが、うんうん、まあその、それ何の事件だったの？わからない、そこまでは。だからそのクマポコさんも、うん、その話を聞いたあのヒロ山本くんがこの話を俺にしてくれたんだけど、うんうん、結局山本くんも結局知ってるのはそういう状況があったってだけで、何の事件とか誰、警察は誰がとかっていうのはわからないんだよ。なるほどね。うん、まあ俺のその予想では歪みとかで見えなかったとかだったら、うん、まあまだ警察側にもその、うん、言い分はあるけど、これがもし分かってたのに何もしなかったなるとちょっと、まあ、いやちょっとそれ問題だね。問題だなっていう話なんだよ。よくないね、うん、いやでもさすがにそんなやつはいないと思うけど、ね、そうなんだよ。だから俺もさ、うん、考えてもみたけど、ま、いやさすがに市民を引いたのにほったらかしてねえ、そんな、うん、まあこれこの後みんなが事件対応から帰ってきたらちょっと全体会議で共有しようと思うんだけど、さすがにこのことは、あそれ時間とかも分かってる？時間は分かってないんだよな。あ時間分かってない。まあでも20時半以降だね、少なくとも。あそうなのか。あババアが、うん、20時半までは私起きてたからね。その時はもう店舗強盗もできるぐらい人いなかったのよ。あじゃあそうだろうな、うん、夜深くなってからだな。じゃあでその時いたメンバーは、うん、そうだね。まあ、私20時半ぐらいで寝てるからね。うん。日野蘭、烈さん、庄司、あと、誰だろうね。うん、キャップ、赤木さん、うん、うんうんうん。パチオさんくらいだったね。いや誰もそんなことはしそうにないっていうか、うん、まあもう、まあ、そもそも誰もしそうにないけど、うん、まあ乗り身でしょ相手、うん、で2人っていうことは店舗強盗とかじゃなくて大型じゃない？さすがにどうなんだろうな。確かにそうだろうな。きっとジョーカーとレオでしょ、ムツキレオと、うんうん、乗り身、あうん、店舗っぽい感じはあんましないけどね。うん、コンビニ店舗ではなさそうだな、ちょっと。うん。そうね、それはちょっと頭が悩ませるところね。うん、そう。まあ、歪みで見えなかったであってほしいんだけど、うん、とにかくまあ、犯人探しとか言うよりかは、まずはこういうことがあったから、みんな絶対こういうことはないように、気をつけてくれって話。うんそうね、うん、ましてや来たばっかりの初心者白市民にこんなことしてじゃあ警察の示しがつかないから。いやそうよね、うん、ギャングが謝りに来て警察謝りに来て、本当に良くない。相当見え方悪いよ。本当に良くない。うん、うん、これはかなりまずい。うんちょっとね、ことがことというか、ギャングは警察に対して何か不服があった時に襲ったりだとか、もう門叩いて文句言いに来たりとかしてくる分分かりやすいけど、うん、これは自覚できないからね。うん、そうだね。そう。だからこういうことが起こってしまうと本当に警察って何なんだってなってしまうから。これボブキャ来るんだよね。行きます。はい。これ、ヒロ山本さんが無線だけ入れとくな。あ、オッケー。みんなごめん、事件対応終わった後ちょっと大事な話あるから、ちょっと終わったら集まってくれな。はい、うん、はい、まあ最近ちょっとな、別にみんなの気が緩んでるってわけじゃないだろうけど、こういうことが立て続いててなかなか頭を悩ませてるところだよ。まあ一件一件丁寧にいけないっていうのがやっぱあるんじゃない？うん、まあその忙しすぎてね。そう、こういうことになる背景にはいろいろと事情があるのはもちろん、重々と承知してるところではあるんだけど、うん、まあだからこそやっぱり、まあ基礎を大事にじゃないけど、警察は何たるかっていうのをな、やっぱみんなちゃんと確認しとかないといけないよな。そうね、まあ一番は市民のための警察だからね。うん、そう、その守るべき人にこういうことになってしまうのは良くないから。うん、逆にジョーカーとか
ムツキレオに聞いたらどうなんだよ。ああ、それもありか、確かに。ムツキレオさんだったら私多分知ってそうだけど。あ、本当に。うん、初心者の時にね結構いろいろ案内したから。あ、そうか、呼べたりしそうか。どうだろうね。ジョーカー、俺ジョーカーよく電話かかんだけど、ね、思ってないな多分ジョーカー。まあ一回電話かけてみるよ。ああ、ありがとう。お疲れ様でーす。ああ、お疲れさん。お疲れ様。あ、もしもし、ネオさん。あ、お久しぶりね。まあ、場に会った仲や。ちょっとね、あ、今手空いてる？忙しかったらまた、あ、大丈夫？ちょっとね、もう全然あなたが悪いとかじゃなくて、本当にできたら協力してほしくてお話聞きたいんだけど、ちょっと本職来れない？うん。いや、もう、そうね、10分以内で終わらそう。10分以内に。うん。あ、ほんと？お願いね。ごめんなさいね。ありがとう。うん。よし、来てくれるぞ。ああ、来れるって。よかったよかった。まあ、やっぱ交流しとくもんだね。そうだな。助かるわ、ほんとに。前のオムツはいらないよ。おむしけじがオンデューティー。おー、おはよう。すまないね、本当にご足労。うちの所長がいるのか、かわいそうに1時間帰ってこれないですよ。いや、そう、本当に5分で終わるんだけど。いや、あ、はい、うん、絶対10分以内で終わらすから。そう、あ、2時14分だから、もう24分まで、所長。あ、まあまあ、無理しなくても全然大丈夫です。ありがとうね、ちょっと時間作ってもらって、ね、ちょっと端的に聞きたいんだけど、はい、8月21日にくまぽこさんっていう方を引いちゃって謝罪したみたいなことってあった？ありました。僕助手席に乗ってたんですけど、それで、その時、そう、チェイスは誰としてた？誰とっていうのは、その、あ、警察が誰だったか、追いかけたかしら、うん、あー、そういうことか、うん、なんとなく、なんとなく分かってくれたと思うんだけど、はい、分かったっすけど、追いかけてるのは正直、ごめんなさい、分からないです。あ、そうなのか。あ、なるほどな。はい、何をやってたかとかっていうのは、あ、ね、あ、確か、うん、飛行場、ああ、そうか、そうか。なんか飛行場の残りのあの車を取りに行って、うんうん、で、そこに、あ、でも最初は皇帝さんがいたのかな。皇帝さんがいらして、その後にヘリとか、ここのパトカーとかも何台か来てっていう感じだったっすけど、他に誰がいたかは正直ちょっと覚えてなくて。あ、でも飛行場って分かっただけ。もしも可能だったら時間とか思い出せない？じゃあ、そうね。ちょっと予想なんだけど、22時ぐらい？あ、ちょっと待ってください。わかるかもしれない。あ、これ時間かけてないのか。21日飛行場あった履歴はね、警察の中でもあるから、22時ぐらいにね、あったのは覚えてるんだけど。ちょっと一瞬、分かりそうな人に聞いてみてもいいですか？うん、お願いできるかしら。よろしく。ごめんなさいね、ありがとう。いい。助かるわ。やっぱ時間はちょっと分からないんですけど。うん、時間は分かんない。はい。なんかやっぱ追いかけてた人は、皇帝さんと三郎さんはいたのを覚えてるっぽくて。皇帝と三郎。他にも行って。うん、うん。皇帝と三郎は同じのに乗ってたってこと？いや、多分別に乗ってて。ああ、別々で。はんはん。その引いた時の状況っていうのはどういう状況だった？引いた時、くまぽこさんを引いた状況って、レギオン近くで、うん、右折するときにたまたま多分バイクですれ違って当たったなんですけど、後ろにパトカーが1台か2台来てて、うん、みたいな状況で、先に僕らが当たっちゃっ
出すけど、その後にパトカーの方と当たったかちゃんと僕は見れてないです。ああなるほど、はい、情報が少なくて申し訳ない。いやいや全然全然、もう話聞けたら、めちゃくちゃありがたい、ありがとう、かなり助かった、うん、まあこんなもんかしらね。そうだね、うん、うん、いやありがとうね、わざわざご足労いただいて本当申し訳ない、すまないね、ありがとう。助けになったか分かりませんけども、うん、はい、ありがとう。ああ、うん、大丈夫、ありがとうね。はい、すまん、ありがとうね。今度歌う予定とかあるの？ああ、ちょっとなんかね、31日に横浜に行きますっていうのだけはあるんですけど。なるほどね。はい。なるほどね。うん、そうですよね。それ以外大舞台だね。頑張ってね。ありがとうございます。はい。では、よいしょ。うん、じゃあ、ありがとうね。ああ。はい。失礼しました。ボケは行こうぜ。ライオンとついてこい。ポテトサブロー、いやー、リセットのやつ見れる？あー、あれ見ると22時ぐらいっぽいけどね。なるほどね。うん、まあ状況的に考えられるとしたら、うん、そう、ちょっと待ってな。でもそのまあ2段階で当たられたってことだな、要するにな、あの先に2段階か。そうだから先に結局、うん、あのジョーカーとレオが当たった後に複数台のパトカーっていうか警察いたみたいだから、うん、それに当たったっていう感じなんだろうな。うん、うん、まあだからまあ歪みというか、そうね、見え方が違う時あるから、うん、そう、まあ意識の問題だからとりあえず言っといて、まあ歪みで見えなかったとかそういうのはちょっとしょうがないから、それはもうしょうがないからね。そう、いろいろ首にしろよな、8回ぐらいなんか引かれたぞ車で車で引かれたか、ちょうど、なんで来てんだ俺、あ、ちょうどあれだな、うん、あ、なんかあれだ、車の話でなんか文句来てたぞさっき。なんて文句つか、なんかあれなんだっけ、ギャングとチェイスしてて市民引いたのに警察が、ああその話、そうちょうど市民に謝罪しなかった警察がギャング側がなぜか謝罪したって話だろう、うん、そう、ああ皮肉なもんだな、それがまずいなっていう話をずっとしてて、でさっきその来てたレオに事情聴取して、ああ事情聴取か、うん、っていうかまあそうねそう、まあその日のことをこう、うん、細かく聞いて、で誰が引いたの、いやそれは分からない、あそうなの、うん結局、ああ一番引きそうなの俺だけど俺じゃねえよ、俺チェイスしてねえし今日あんた大型行かないからね、 あんたになすりつけてやろうかと思ったけど、ああ残念でした、大型行きましーんとまあいえ、でも相手はレオなのか、歪みの可能性もまだあるからいやあるね、そうだったらみんな謝るっしょ、そう、いやそうなんだよ、絶対警察がぶつかって市民引いちゃって放置なんてことはないはずだから、ああ歪みの線だとは思うけど、でもまあ一応みんなにね、その意思統一じゃないけどそういうことはないようにって、おめえ来た日にいつも揉め事引くな、地下集まるか、俺全員所長、全員全員全員来てくれ、いやあれ、いやなんかさすげえ不吉なんだけどさ、うん、あのさっきあそこ廊下のあそこに鳥が死んでた。ぽいなと思ったんですよね。は、シックスですか。めちゃくちゃ不吉じゃない。カモメが書の中で死んでた。厳しいですよね。俺が死んでた。カモヤさんってボケ入ったんですか。俺が死んでた。鳥。エドのロケハンするときに狙撃スポット調べましょうよ。おいおいおい。殺す気ば。いや本当に最後の話だ。いやいや殺す気なんかないよ。いい話と。狙撃されたら大変だろう。うん、今回の、話は悪い話だ。え？ルルルしっかり悪い話だ、いい話で会議行われたことない、うん、あんまないな、お疲れ様っすよ、誰か辞める、また誰か辞めるんすか、いや辞めるとかじゃないな、みんな地下の会議室に集まってきてくれるか、何やこれ初めて来た、はい、です、いや今回はちょっとあんま正直よくない話、はい、まあ今回何かっていうと、もうすでに集まってる人には、おいおいおい、所長変わった、所長変わったぞ、ほら犬ルリ、こら犬所長、ほら犬ルリどきなさい、
え？どきなさい。そこをどきなさい。今日が交代の話ってこと？そんな話じゃない。そんなな、イヌルリ。ほら、話聞かんよ。ほら、イヌルリ。ほら、イヌはもう、この椅子でも座るよ。違うのよ。今回、そういうノリの話じゃないのよ。え、ガチ？うん。ガチ？本当にやばいやつ。ちょっと。本気でやばいやつ。まあ。ちょっと俺が、話の内容によっちゃ雷を落とす必要があるかも。え、ちょっと待って、怖い怖い怖い。うん、キノコ先輩。キノコ先輩がちょっと先にいんだよ。あ、ちょっと見えなかった。キノコ先輩っていうの急に見えたんです今。ってかさっき市長いたのはなんだったんですか。あれはなんかあれだよ、あの関係ないことの話。ちょっと無言でずっと待っとって雰囲気出しとくか。え、無言で無言でずっとずっと無言で待っといて雰囲気出しとくか。ちょっとやばいんじゃねみたいな。ちょっとちょっとやばそうみたいな雰囲気出しとく。無言で待っといて。え、これボイラさんは必要ないですか。いや、あいつも必要だな。遊んでる。すんごい触れづらい BMC は。え、 BBC じゃなくて BMC？ BMC です。もう、もういいか。BMC、子供ちゃんしかいないよ。もういいか。ああ、来ないやつは、来ないやつはいいわ。ああ、諦めた先生みたいになってる。所長が。もう来ないやつはいい。もう呆れてるよ。確かに。おいボイラー、時間も迫ってるから。ああ、あの会議だぞ今、スペック部屋で。いいよいいよ、無理に呼ばなくて。来ないやつが、来ないやつが悪いんだから。めっちゃ怒ってる。そんなやつに時間差考が無駄だって。所長が怖い。やばい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 。所長が怒ってるの、所長が怒ってるの初めて見た。いいよ。ああ、そんなやつに時間差がない。所長、所長スーパーシャウトお願いします。あ、スーパーシャウトだ。怖っ。すいませんでした。すいませんでした。先に謝っておきます。全員集まったか？はい。はい。ボイラー以外。うん。怖いから。いいか。聞こえはする。一個先に、まあ、歪みであったら歪みであってほしい。うん。あのな、この前8月21日に飛行場の事件対応の後チェイスがあったらしくてな。飛行場8月21日ってのはその時間帯わかるか、何回目の飛行場だったとか。だいたい10時ぐらいだっけ。ババだと思うわ。10時は、うん、いや確証はないんだけど、ね、まあそう、それ、はい、まあそれ仮にそれだとして、でそのチェイスの時に犯罪者が犯罪者とこうチェイスをしてて、うん、一般の市民の方、しかも初心者マークがついてる方を引いてしまったと。ほう、飛行場の事件対応中に、うん、そう。でそれでまあ本来そう、もうその引いた段階でその引いてしまった市民の方を助けるのを優先しないといけないにもかかわらず対応されなかった。で、あろうことかその後に、警察はその引かれた方、まあ、名前を出すけど熊ポコさんっていう方、うん、その熊ポコさんが犯罪者には後々謝罪をいただいたんだけど警察には謝罪をいただかなかったと、うん、ほんでこれどうなってんだっていう話。なるほど。まあ犯人探しとかをするわけじゃないよ、うん、あくまで、うん、これは犯人探しとかそういう問題じゃなくて、みんなこの中で警察の業務を犯罪者と楽しむお遊びって思ってるやつはいないよな、うん、それはもちろんいないだろう。いないよな。そこは間違えんじゃねえぞ、分かってるか。はいはいはい。市民の方を巻き込んだりなんかそういうことやってしまったら絶対その人を助ける。まあ歪みだったらしょうがない、これはもう見えるものも見えないわけだから、
歪みでこういうことが起こったんだったらしょうがない、うん、でも歪みじゃなくて認知してるにもかかわらず起こってしまったらこれは問題だな。こういうことが積み重なってしまうともう警察としての信頼とかもそういうレベルの話じゃなくなってくる。警察っていう組織がいるかいらないかの次元になってくるな。今は別にこれが大問題になってるわけじゃないけど、こういうことが繰り返されると必ず大問題になってくるからな。そこをちゃんと頭の中に入れとくように、一人一人。はいはい、はい、以上いきます。はい以上。はいはい、解散していいぞ。わかった。ナミビアだ。了解です。了解です。はい、よいしょ。珍しく動きが強めだったな。そう言わんといかんからな。まあそうだ、締めるところは締めないと。100点だ。ちょっとさすがに何があったんですか。熊本さんが引かれた。そう、ちょっと待って。白いルンルン、一人だ。まずで誰がやったんですか。わからない。それは白いルンルンそれに関してはわからない。実際目撃証言とかもなかったし、で犯人探しをするつもりではない。なるほど。警察全体ね、うん、でもそうなった時はちゃんと対応しようって話だよね、うん、みんな知ってるはずだよ、うん、ああそうそう。まああと俺別に犯人探しするつもりなくて、うん、こう証明するためにもまあ確認しようかな。ああ確かに。あ、歪みの可能性が、歪みの可能性があって出てるんだったら今分かってる情報を出しちゃっていい、うん、はい、ああいいぞ。8月21日の飛行場、21日の飛行場、逃走していた、車両はノーリミットの、うん、ジョーカーとムツキレオ、はい、あーなんかあったな。それ最後あれじゃない、高級車セットをしてしそうだったやつじゃない。わかんないな全然。いやなんかで、その場に一応ムツキレオさんに確認取ったんだけど、その場にその事件対応していた人たちの中にいたのは皇帝とサブローは覚えてるみたいなこと言ってたね。うーん、うん、あもちろんその人がやったとかっていうわけじゃなくて、対応した人の中にいたはず。グッパイと合同だった時じゃないかな。なるほど。でなんか最後高級車を取りに来たやつみんなで共犯だから追いかけようみたいな話だった気がする。全然覚えてないや。あれアジト逃げみたいになったやつかな。いや捕まったはず。アジト逃げしたのを捕まえたじゃなかったっけ。そのアジトの方まで逃げたのを捕まえたとはまた違う。なんかもう分かんないな。これはね無線だけだね俺が知ってるのは。高級車としに来たやついるから捕まえようでグッバイの格好だった気がする。まあ歪みもあるからな。うん、歪みであったら歪みでいいんだよ。ズレズレとかもあるし。そうなんですよね。まあまさかそもそもこっちが認識できない場合がありますからね、うん、なんかねもう、うん、ぶつかってもこっちはだとぶつかってないっていうのもあるからね、うん、逆にあれじゃないですか、初心者の方なんだったらそういうのもあるよっていうのをまあ知ってもらうためにもちょうどいい機会にもなると思う。なるほど、うん、ちゃんと確認した方がいいと思いますよ。うん、ね、今日その熊ポコさんにそのことも含めて電話しようと思ったんだけど、電話が繋がらなかったからとりあえずまた日を改めて、なるほど、うん、その対応はしようかなとは思ってるけど。100点だよ所長、さすがです。いやでも警察の中にやっぱりその引いて謝らないでそのまま行くような人はいないと思うよ、うん、俺もいないとは思ってないと思うよ、うん、ワンちゃん俺、まあああいや それかワンちゃん俺だよ。でも俺大型行かないから外されたんだよ。いないとは思ってるけど警察の意識としてすごい大事なことだから、まあちょっとみんなには申し訳ないけど強めに言わせてもらったけど、うん、偉いということで、うん、多分もうちょっと強くてもよかった、でこれ以上強く言ってしまうと泣く子が出るだろう。いや泣いたっていいだろう、うん、もう所長俺は人は泣かしたくない。できるだけ所長、これが警察です。うん、まあみんなでも気をつけてくれ、それだけだ、はいはい、うん、そうやって甘いから。何時のやつ10時早めの10時、うん、10時、あ、じゃあルールで甘いなぁ。10時しかないから10時なんじゃないかっていう感じだね。あ、寝落ちるか。
て。これてっきりボイラさんがと思った。いや俺もだよ、クビになったかと思ったやつは。ついに厳しいと癒着で。もう違う、違うっていうか、覚えといてくれるだけでいいから。あ、もう言ったか。ギャングと…ああ所長、ちょっと俺予想言っていい？何？お前はニヤついてるだろ。そんなわけない、ブチ切れてる。ブチ切れてる、もう…大体いや、眉間にシワ寄せて、私はブチ切れてるよ。あの奥歯が、奥歯が砕けるぐらい歯食いしばりながら眉間にシワ寄せてたよ。あ、本当っすか。ああ、いや、私はブチ切れてんだけど、はい、なんでかわかるかい？わかんないっす、なんで。会議だって言ってるのに来ないやつがいるからね。で、遅れてきてなんだい？あれっすか、クマポコさんが引かれたって、うん、もうその話終わったんだよ。あれ、あれっす、あそこにいるハゲっすか。BMC で遊んでたっていう。今も全く。いや、まあ、待て無線が聞こえなかったって可能性もある。普通無線入れるでしょ。歪みの可能性もある。あ、何でも歪みにしていいのかてめえ。じゃなかったらちょっと、うん、あいつは聞いたぞ。なんか日野良の家での話。あ、聞いたか。あ、どうやら あいつが一なんかあれらしいな、いろいろあったらしいな、あいつも、うん。あ、おめえも大変だったらしいな、タコ所長。まあ、いろいろ大変だったよ。ああ、もう、なんだあいつ、まあいいや。もう、ギャングはそうだな。適度に関わった方がいいな。そうだな。ああ、それは間違いない。ああ、てめえも早く借金返しやがれ。それはそう。それはそう。チャック読みました？ああ、お前何してたの、さっきまで。今ですか？会議来るまで。ああ、そうだよ。会議みんな呼んでたじゃない。あのね、大型使ったパトカーメカニック入って直してて。100点だ。BMC で遊んでるって聞いたけど、本当？あ、BMC そのついでね、喋っててちょっと話がね、盛り上がっちゃって。俺の予想言っていい？はい。あげころちゃんしかいないじゃん。そう、あげころちゃん。女性恋愛相談だろ。そう。ああ、いや、俺も先に30分ぐらい食らったからそれ。まあ、じゃあボイラーにも言っとくけど、はい、今回その市民をあのチェイス中に引いたにもかかわらず救出はしなかった愚か、うん、その後にあの犯罪者は謝りに行ったのに警察は謝らなかったっていう件があったの、うん、でも俺は誰も警察署員の中にそんな引いた市民を認知しながら放置するやつはいないと思ってるし、それは信じたいんだけど、うん、もし意識の中でそういうのがちょっとでも自分の中にあるんだったら改めろっていう話をした。それは良くないから。素晴らしい、うん、それはな、警察としての組織としての在り方を問われる云々の問題で人として良くないことだから。いや、もうね、本当にかっこよかった。厳しい所長を見れたから。お前別に聞いてないよ。途中からしか聞いてない。よく言えるなお前。あのね、厳しく署員に対して警察とは吹いてたバウアー所長がね、かっこよかったです。いや、聞いてなかっただろそれ。お前は別に聞いてましたよ。いつもはなんかそんなねこと言わないじゃないですか、所長も。厳しい、まあ、言わないな、強くは。まあ厳しくは言わないよ、うん、基本は。今日だから久々に初めてぐらいかな、僕なんか厳しいこと。確かにいつもより語気強かったよね。いや、ちょっと最近積み重ねがいろいろあったし、あのみんなのその意識、みんな一人一人に対してどうこうじゃなくて、警察全体としての空気感でこれは良くないなって思う部分もあったから、なるほどね、言わせてもらったけど、うんうん、別に俺が正しいわけでもないし、そのそうだよ、俺がなんかそのね、言ってる、ほらね、もうこういうこと、こういうことですよね。もうこういうことなの。今日もさ、署内で多数の警察官が乱射してた、覚えてますか、うん、なんだろう、もう死んだぞ今いっぱい。そう、こういうところですよね。まあ、これは別に署員内のことで、署員内で完結するから叱責するどうこうじゃないけど、やっぱ対外的な付き合い方とか人の向き合い方に関してはちゃんとしないと、まあ、よそ様に迷惑かけないってことだ。そういうことだよ。お疲れ、うん、お疲れ。はい、お疲れ様。よし、救急隊の人が来てくれてる。はあ、怒り慣れてないから怖かった。怒るとか怒るとかあんま
怒り慣れてないからちょっともうドキドキしちゃった。ああ。ねえ、嫌だね。怒りたくないわ。ああ、怒りたくないわ。できれば怒るってことはあんまりしたくないわな。怒るロールプレイとかもむずすぎるわ。